からが発足ですよ。ここ21からここら辺から動画撮影期間に入った。ダメ。これが1人目です。これが1人目ですね、はい、で、僕20歳でこれ上京したんで、ね、ここまでもうずっとこれだけなんですよ。あ、そうなんだ。中学校、高校はないんですよ。へぇ、結構もう理系のクラスでもう男性しかいない、しかいないんだ。クラスに女性一人しかいないみたいな感じだったんで、もうずっとこれゼロです。大学行ってちょっと同級生で2人ぐらい、うん、どの辺からブワーって上がってくるの。こっからがホストですよ。ここ21から1から、はい、日頃生活やっぱ若いんで初めてなのにやっちゃったりしてたんで、もう来るか来ないかもまずわからない、考えてなく、もうとりあえずやりたいっていうことで、まあこれまあバーっていきます。いやいや、バーじゃないよ。いやいや、もうバーバーって。ここら辺から動画撮影期間に入った。画面画像ってまだ残ってんの。いや、それはもう当時メモリーカードとかだったんで、もうとっくにないですけど、それは服部前期間まででどのくらいなんですか。ここででも1年なんで、ここで300ぐらいじゃないですか。いやいやいや、おかしいおかしい。1、2年なんでそれぐらいじゃないですか。それまだ山の頂まで全然あるじゃん。いや、まあその多分ビデオ期間が一番おかしい。うなぎ登りだと思う。ビデオ期間もいろんなことがあって、うん、撮ったのをその他の女の子が見ちゃったりするんですよ、寝てる間に、うん、で僕はまあ違う同僚のホストの撮ったやつだよとか言うんですけど、腰を掴んでる手のジャラジャラが完全に僕なんですよ。これのせいでもう僕だってバレバレなんです。で、その分一段落でチョメス、ここだってもう10年じゃないですか、うん、ってことはまあざっくり計算で、まあ、やっぱもうここで多分3000ぐらい攻撃力みたいなと300、10年で3000、うん、爆上がりきたんですよ。で3000ぐらいで今から30でバー、まあ、バーと芸人で、でそうなるとまあホストの初回という出会いがなくなるんで、はいはいはい、そこまで出会わないと思いつつも、やっぱバーに初めての人が来て、またここからも結構こう緩やかにはなりつつこう行くんです。ここからまあまあもうこんな感じです。あ、落ち着いてきた、はい、じゃあその落ち着いてきたの電気キッキじゃん。まあそうですね。まあだからここら辺でちょうど出会ったのが、まあ、ポールダンスの女の子がいまして、ね、衝撃を受けたというか。ほう、なんでポール愛が強すぎるとどうなると思います。ポール愛、要するに締め付けが厳しいとってこと。ポールダンスを愛しすぎて、その人は、その子は、あ、ポールダンスが、あのポールダンス、たまたまのポールになってきたっていうこと。何言ってんの。たまたまのポールになってきた。何を言ってんすか。ポールダンスを愛してるがばかりに加える前に一回こう頬ずりするんですよ。だからポールをもう神様と思ってるのか分かんないですけど、あ、好きなことを仕事にするってこういうことなんだな。なんでまとめみたいに言ってんの。感銘を受けてここから電、それで電撃に入って。いや、おかしいだろ。おい、なんでそれが言われてる。最終的にそのチョメスどんだけいたの。いや、こっからだからこれも4000ぐらい。そのうち南部さんの知り合いは何人。そうだよ、そういうことだよ。そうでしょうね。6人。6人。おいです。6人。いや、まあ、女の子によって喘ぎ声とか行く時とか全然違うんですけど、まあちょっとびっくりしたのが、危ないっていう子がいて。何が危ないんだ。行く時に危ないバンって、もうこうやっちゃうなんか振動で落ちてくるのかなって。まあ下向いて上向いてるしね。えっ、ってなる。面白い。なんか危ないは初めて聞きました。危ないは一番びっくりっていうか変わってるなと思ったのは、あの、おもむく、何もしてるでしょ。おもむく、おもむく、意味は一緒なんですけどね。まあ、よく考えると。そんなにラボを使ってるんだったら、新宿のどこのホテルがいいよっていうのは、おすすめってないの。ありますけど。いいじゃん、それ言ったって。
新宿でおすすめなのはもうこのジロー、はい、K、ジローの3つです。え、ジローって基礎年でしょ。この3つは系列です。ジローと共通のポイントカードが使われます。それだけ。これで割引になりますし、そもそもが格安です。格安のとこに行くの。いや、格安の割には別にそんな汚いとこでもないですし、ね、であとサービスタイムが長いんですよ、うん、でこれで500円引きになります。でもここがなんで安いかって言ったらスタッフはあんま雇ってないんで、受付がいつも同じおばちゃんなんだからそこを気をつけなきゃいけないんですね。このだからうっかり僕も忘れ物した時に、次行った時この間これ忘れてたよっておばちゃんに出されましたから受付で。みんな結婚してない人はいいですね、大手を振ってそういう話ができるから。どうしたの。そうだろ。そうですね、ちょっと結婚してる人ってなかなかこういうのは喋りづらいですからね。やっぱりね、づらいなんですよ。してないじゃなくて喋りづらいなんですよ。この中で経験したマックス最年長は多分53とかです。何歳の時ですか。30ぐらい。元気は、こっち出てきてすぐの時に65、6とかです。へー、やるもんだね。いやまだその時右も左も分かんないですからね。だから年齢的に言うと、はい、だから65に近いの牛蔵だから、牛蔵と一緒に寝てるようなもんだ。いや想像しちゃうのに全然違います。それははい、これ著名年表参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録を。著名年表の数に入りたいという方は DM の方を。以上、ランディの著名年表でした。ご視聴ありがとうございました。